って西丸シリーズ。今日はね、おはようございます、山寮です。西藤原駅に来てますけどね。西藤原駅もね、こう無料駐車場がバーンとあるんですけど、ちょっとね、ここだけ気をつけとかないといけないのが、たまにフェスとかやってて、駐車場塞がってる時があるんでね、でその時はね、飲み前でね、気をつけましょう。ってことで、サンギチャットのリベンジにね、決まっちゃうけど、西丸駅どこにあるやろ、どうも、クリキック買って。あ、こんにちは。すいません。一日フリップ、お願いします。なんかポケモンのミジュマルのなんかスタンプラリーのやつってどこにありますか？あ、そっちや。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どこやったっけ？ウープ側か。はい、どうも。パッと買ってきましたけどね、1200円ですからね。あ、こんにちは。ちなみにね、西藤原は多分ね、ここまでね、まずパーク&ライドで来ようっていう人はね、そんなにいないだろうということでしょうか。普通に駅舎の中、改札の外側にですね、このスタンプラリーがありました。僕なんか人いねえから、これ取るか。よし。ってことで押してきてみました。ちょっと駅員さん、駅員さんにいるね、海岸にありますんでね。そう、ちなみにすごくね、まあ、かなりあれなところで、そう。なんで西藤原スタートしたのか。いつもね、大体いつも平津駅スタートが多いじゃないですか。まあ、大体平津が多いんですよ。っていうのは、大垣富田だとね、駐車料金高くて、平津はね、無料駐車場があるんで、だったらね、700円、800円に取られるんだったらね、その分に飯食えますからね、ということでやってますけど。当然ね、西藤原駅もね、まあ、言っちゃあれですけど、まあ、かなり、三重県でも、奥の方なんで、やっぱね、無料駐車場はね、完備してあるわけでございます。ただね、じゃあなんでこっちまで来ないかというと、また遠いからなんですよね。で、じゃあ逆に、じゃあ今回なんでこれ行きしてるのかというと、今回ね、この企画をやるときにね、やっぱネックになるのが、ニューガーソハラより実は、あげき西藤原なんですよ。で、あげきは、まあ変な話、駅前にセブンイレブンありますし、何かしらいろいろあるんですよ。ただね、西藤原は、これね、折り返し時間が、ね、結構短い割には、あ、ちなみに車内全然いないんでね、喋ってますけど。まあ、見ての通りね、山と、まあ一応民家はね、結構あるんですよ。ここだって集落があるんで。うん。ただね、ちなみに、こっから多分、一番近いコンビニ歩いて片道50分くらいかかると思うんですよ。あとで調べておきますけど。ということなんで、まあね、ここで降りてね、スタンプラリーのやつね、押してどうのこうのって言ったら、前回のターミナル駅の時にも、ターミナルってちょっとこっちやったのか、もうすぐね、折り返さないってなってたのは、そっから40分ぐらいまた咲いちゃうんで、こんな感じなんですよ、ニードっていうのは。いう時はちょっと JR 東海のに近いのかな、感じですけど。っていう感じですね。うん。そう。なのでね、そこがね、すごくネックになってしまうので。じゃあ、西藤原スタートにしてしまって、ニューガワソハラに来て回ってしまえば、今一番効率よく回れるだろうと。いうことですね。そう。だから、ここをスパークするのは、一番今回いろいろと回りやすいんですけど、西藤原駅は、まあ私も三重県民なんでね、わかってるんです。駅前ね、特に何もねえぞと。個人商店とかあるのかな。正直ね、今来たけど、もう本当に民家とかしかないんで。あ、とりあえず次はニューガーを迎えます。だ問題はね、ニューガーからソハラなんだよな。ここどうするかなんだよな。でも、この手のやつでやるときに、特にローカル鉄道とかでやる場合はですね、
ここだと40分に1本ぐらいかなっていう頻度なので、乳がんで押してそのまま先の方に行こうとすると、基本的に乳がん初肌行くんだったら乳がんから一歩で降りて、一番ルートとしていいのはおそらく東院まで出る、あと北西公園口駅まで出て、北西公園口駅から、東院バスに乗る、前回使った散歩の時に使ったルートですね、あれなんですけど、そうすると乳川駅で40分待ちになるんですかね。まあ、乳川駅は一応貨物博物館とかあるんで、まあ一応時間全然潰せるっちゃ潰せるんですけど、ちょっと歩けば商業施設あります。片道20分ぐらいであるかなってところなんで、ただね、乳川から総原は歩いたら2時間ぐらいかかるんじゃないかな。1時間はかかると思う。なのでね、ちょっと厳しい。なのでね、そこをどうしようかなと。また前みたいに伊勢八田でまで折り返して乗って、伊勢八田から挙木まで歩くっていう手を使うのか、あまり同じ手を使うぐらいだとちょっとね、別のルートとかも考えてますんで、策は考えてますんで、ちょっとそのあたりでねやっていこうかなと思います。まあ、乳川駅で40分潰していったのが、いいのかな。まあ、総原挙げてありますんでね、やっていきましょう。なんなら今日中に足柄の鉄道も終わらせておきたいですけどね。そうすると、この踏まの価値もあるんだけどね。ここだけって本当に都合つかね。でもね、ここまでやってみたらちょっと始めた気持ちもありますけど、なんだらこの企画一番今まで予算使ってる気もするもんな。なんやかんやとね、日にまたいでやってるのをやつと、 JR 西日本幹線聖火の旅もかかってるけど、なんやかんや実はね、この前もその熊野市に行こうとして失敗した時に、なんやかんや向こうで紀伊長島のあたりとかでついついね、紀伊の海産物とかね食べ食いしたりしとったんだよ。全然動画に載ってないんですけどね。さあ、ちゃんと旅行援助しちゃってるからな。見てね、結構ね、予算的にね、使ってるんですよ。なのにね、まあ、こんだけ回れる時間があるっていうのを、こうね、まあ、しね、仕事がないんだよね。ちょっとね、今、いなべ市はね、まあ、大丈夫、ここいなべ市なんでね、当事者いっぱいいると思うんで、あれですけど。まあ今ね仕事がないんだ。仕事してるかは言いませんけどね、もちろん。まあね、仕事はね大変なんだ。で、言っとったのね、ここにリストあるから行っていいか。菊池川だから、ソニューバーから伊勢八幡まで行っちゃうっていうのはね、折り返しが多分一番早くはいけそうだろうけど、一応他に行けそうなルートも考えてますので、はいはい、一応ね。よし。そんな感じで行こうと思いますよ。ちなみに何分だったっけ？時間見ずに乗っちゃったけど。案外すぐに出発しねえな。ちなみに、ですね、乗客はね、この車両一人。ホラリゼロ。あっちの子もゼロ。ことだよね。走切り列車ですよ。多分、乗ってきた。バディになった。今、車両貸し切りですね。そう、三次鉄道、こっからの隣がいてね。動画はね、回しやすい。じゃあ、昔の西部の車両ですね。そう、東部の車両がね、流れてくることが多いですけど、三次鉄道はね、もう昔から西部鉄道の車両が流れてくる。まあ、特定の東急車両らしいですけど、まあ、なんなら50よりだと45年ものか。すごいですね。歴史感じますね。でもなんで西部のあれなのかというと、まあ、ここにヒントがありますけど、こんな感じで全部とかバーッとありますよね。これは蒸気だから本当に昔のやつだろうけど、言うともこれもね、相当古いはずですからね。まだ発車しないと。あれ、これ、育成だっけな？どっかで書いてある？
何放物だったっけ？1925、1925年さ、めちゃくちゃ古いじゃん。めちゃくちゃ古いじゃん。すごいです。そう、こんなのがね、回っている。そう、今ではかなり少なくなる。どうかちょっとね、そういや、置いてあるもんね。ちょっとさ、思ったより少ない。あと、このところは今日やってないけど、結構週末だとね、いろいろやってたりすることもありますからね。あ、で、その時は結構駐車場も混むんでね。それぐらいは気をつけ、その時ぐらいは気をつけといた方がいいかもしれないですね。ちなみに駅には売店もないんで、グッズ販売はやったっけな。グッズ販売、三月のグッズ販売とかやってますし、あと何だったっけ。自販機とかはありますけど、それがないんでね。そこは本当に、おにぎり買おうと思ったら多分片道歩いて50分を確保しておいてください。なんならおすすめは多分、東藤原かな。東藤原あたりまで出たら、ラーメンショップが近いはずなんで、ちょっともちょっとあるけど、それぐらいですね。よし。とりあえず乳川で行っちゃいましょう。あ、でも結構乗ってきたね。うん、はいはい。